どうも闇の心の伝道師中富純でございます。さあ中富純がお送りしておりますちょっとダークな雑学ラジオというところなんですけれども、今回のテーマはこちらです。ダダン。今回のテーマは1秒でできるメンタル改善の日課というテーマでお送りしていきたいというふうに思います。はい、まあ、今回はですね、どっちかというとライフハック系のお話ですね。こうやったらメンタル改善に一歩近づきますせというお話で、ございます。まあ、このチャンネルはですね、人生リセマラしたいという方向けの、チャンネルですね。死にたい消えたいと思ってるけれども、本当は何でしょうね、本当はこう心の底から死にたい消えたいじゃなくて、別の人生を歩みたかった、もっとキラキラした人生を歩みたかった、楽しい人生を歩んでみたかった、そのためには人生リセマラしたいなという人の向けのお話なんですけれども、残念ながら、リセマラはできないんですね。僕たちの人生っていうのは決められた、与えられたもので生きていくしかないので、そこからさらに自分の力で頑張って積み上げて生きていくしかないので、まあ、リセマラは何でしょうね、次の来世に取っておくとして、来世はね、こんだけ今が辛いんだから来世はいいものであろうと信じて、その中でも折り合いをつけて今は生きていかなければいけないというところで、そんな中でもですね、このメンタルを安定させるためにはどうしたらいいのかというライフハック系のこうお話もしているのがこのチャンネルになります。で、そんな感じなんですけれども、今回のテーマですね、1秒でできるメンタル改善の日課というところなんですけれども、これはですね結構簡単でマジで1秒でできます。自分でも自分一人でもできるお話なので、割と手軽くできるかなというふうに思います。ただね、1秒でできるからこれを毎日続けられるかっていうと、そんなことはない、なかなか難しいところかなというふうに思うんですけれども、1秒でできるんでね、こう紙とかに書いて、できたら今日できたらこうチェックマーク、今日できたらチェックマークみたいなふうにね、やっていくのもいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、ではその1秒でできる日課何かっていうと、自分自身を若くイメージする、これだけなんですね。そうなんですよ、何言うてんねんっていうふうに思われるかもしれないですけれども、自分自身を若くイメージする、これ実はめっちゃ大事なんですよ。特に僕はこれ最近めっちゃ感じてます。はい、むちゃくちゃ感じてます。特にというか25超えたあたりからこれは僕めっちゃ大事だなっていうふうに思ってます。言うて僕はもうほぼ30なんで、あれなんですけれども、もはやね、もう何でしょう、30なんてまだまだ若い、30代とかはねまだ世間的には若いというふうに思われるかもしれませんけれども、やっぱり10代20代の頃からしたら30代ってもういい大人なわけじゃないですか。で、もう30のね、年頃とかになるともう分かるわけですよ。そのもっとね、自分が10代とか20代の頃って30とか、ね、40とかって大人に見えてたけど、実はそうじゃないんだなと、ね、ただただ年を取って大人になるっていうわけではないんだなっていうふうに感じてくるわけですよ。多分ね、皆さんもそういうふうに思ってると思います。まだね、僕のチャンネルはこう20代半ばとか若い人とかもね、見てくださってるとは思うんですけれども、とはいえやっぱり40代とか30代の方とかも結構見てくださってるんですよ。で、皆さんもそう思いません？なんか周りの他の30代とかと比べた時に自分なんか情けないなっていう風にね、思っちゃったりしません？僕そういうのめっちゃあるんですけれども、ね、そういうことをそもそも考えないことがメンタルの安定に近づくとは分かりつつも、やっぱり思ってしまうじゃないですか。で、やっぱそういうのって他人と比較したりとか、なんでしょうね、する時に一つ結構大きなネックになってくるっていうのが、僕は年齢だとやっぱり思うんですよ。20代の頃はそんなに意識しなくても、やっぱり30代40代に超えてくると、こうメンタルの調子を崩す人っていうのが一気に増えてきます。それは何かっていうと、周りの同期の、人たちがやっぱり自分と比べてかなり成功したりというか、その結婚してその幸せそうになってるのに自分はなんて惨めなんだみたいな風に勝手にこう比較してしまったりとかっていうのがあるという風に思うんですよね。で、その上であいつはもうこんな年なのにちゃんとしっかりしてみたいな風に思ってくるのが、僕はちょうど30代超えたあたりぐらいからかなという風に思うんですよね。なのでやっぱりそういう意味でも、自分自身をこう主観として若くイメージするってことは結構大事な話なんですよ。で、これは実際にいろんな研究とかでも、割と証明されているような内容ではあって、自分自身を若くイメージする、こういうのを、主観年齢というふうに言うんですけれども、この主観年齢は脳の老化とメンタルに結構影響を及ぼしますっていうことが実際にこれ分かってます。
はい、まあ、実年齢、まあ、実際に皆さんも、ね、こう見たことあると思いますけど、実年齢、としてはかなり年を取ってても結構若い人って多いじゃないですか、まあ、芸能人とかあのテレビ出てる方、メディア出てる方ってそういう方多いですよね。この人50代なもう60代なっていう人ってめっちゃ若々しい人とかいるじゃないですか、まあ、それこそ松本人志さんとかね、もう還暦超えられてると思うんですけど、まあ、僕の中ではかなり若々しい、ね、40代とかでもそんなにまだ分かんないなっていうぐらい あのレベルかなっていうふうに思うんですけれども、まあそういう人もいらっしゃると思うんですよ。で逆に若い人でもなんかすげえこの人老けてないみたいな人っていると思うんですよね。同じ年代この人みたいな人とかってやっぱいると思うんですよ。で、まあ、こういったそのね、主観年齢と実年齢の差ですね。本当は年を取ってるけど自分の中では自分のことをすごく若いと思ってる。まあ逆もそうですよね。本当はまだまだ若いんだけれども、まあね、年齢では20代なんだけれども、その主観年齢が結構もう老けてしまった。もうなんかもう俺年取ったわ。もう俺ジジイだわって自分で思っちゃってる人。まあいると思うんですよ。僕実は25の頃そういう考えだったんですけど、まあそういう人たちの脳ですね。脳の活動を MRI で撮って、観測したっていう実験が実際にあるんですよ。でその結果どういうことが分かったかっていうと、で、まあ、いろんなテストをした合わせてねテストをしたっていう研究があるんですけれども、その結果どういうことが分かったかっていうと、主観年齢が実年齢より若い人っていうのは記憶テストですごくいい得点を出して、さらに打つ傾向が少ないというところが、明らかになったんですね。なので本当は年を取ってても自分の年よりもその、ね、主観年齢、自分は本当はこう40歳なんだけれども、もう気持ちとしてはまだまだバキバキの20代だぜって思ってる人っていうのは、実際に記憶テストでも結構いい得点を出したし、さらに打つ傾向が少ないということが、明らかになったんですね。なのでまずイメージからして、その、まあ、僕が本当に良くなかったので、多分若い人はね、これ結構いると思うんですよ。25とか30になった時に、ね、自分もう年取ったなとか、ね、思う人いると思うんですよ。おっさんになったな、俺もっていうふうに思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ここから結構もうね、負の入り口を自分で開けてしまってることになるので、そうじゃなくて、人生まだまだこれから、まあ人生まだまだこれからだっていうのを僕たちみたいな属性が考えるのは難しいとは思うんですけど、まあまだまだ、人生100年時代っていうところで考えると、まだ自分は若い方だなっていうふうに思って、まあ、なんでしょうね、昔の比べて確かに年を取ったかもしれないけれども、それはいい年を取り方、だと。自分のことをこうまだまだ若いイメージでいるってことは大事かなというふうに思います。少なくとも自分のことを年を取ったなとか老けたなっていうふうに、まあ、思い込むのは良くないというところなんですね。で、まあ、この主観年齢をねこうなんでしょうね、主観年齢が若いとこ うつ病にならないっていう特徴が、まあ、見られている一方で、まあ、皆さんもそう思うと思うんですよ。たかだか主観年齢が若いかどうかでそんな何が変わってくるのっていうふうに思うかも知れません。まあ、今回はですね、今回こう紹介している研究の中では実際に言及はされてなかったんですけれども、まあ、僕が思うにですよ、その主観年齢が若い人っていうのは、若々しい人っていうのは、まあ、少なからず努力家なんだろうなっていうのはあると思うんですよ。まあ、特にその、まあ、20代30代で、まあ、主観年齢が若いっていうのはあんまりないと思うんですけれども、40代超えてくるとやっぱり努力しないとその人の美しさとか若々しさとか、まあ、筋力とかもそうですよね。肌の張りツヤとかもそうですけど、そういうのってやっぱり保たれないんですよ。食生活とか、まあ、運動するとか、睡眠ちゃんととるとか、まさにそう、あのこのあたりの3つはね、大きく関わってくるんですけれども、やっぱりね、何もしないだけだったら人間はやっぱり年を取るし当然老けていきます。まあ、それに、まあ、抗うじゃないですけれども、運動したりとか健康に気を使った食事をとるとか、まあ、睡眠をしっかりとるとかするだけでも僕たちの肌の張りツヤとかその見た目とかっていうのはやっぱり結構変わるんですよね。当たり前ですけど、なのでそういったことをちゃんとできてる人、まあ、いわゆるちゃんと努力ができて、まあ、努力と言っていいのか分かんないですけど、まあ、そういったことがちゃんとできてる人っていうのは主観年齢が、まあ、そもそも若いんだろうなっていうのがあると思います。自分でこれだけやってるんだから、トレーニングしてるし積極的に動いてるし、食生活にも気を使ってるし若々しくいたいと思ってるからこそ主観年齢がそもそも若いという方が、多いんです。まあ多いのかなというふうに思います。まあ、だからこそその主観年齢が若い人っていうのはうつ病にもなりにくいし、まあ、前向き思考の人が多いってことですよね。ね、あの何でしょう、うつ傾向が少なくて、で実際に健康的な肉体そして脳機能も健康的であるというところがあるのかなというふうに。まあ、それを言うとね、じゃあそのうつ傾向、ね、もうそもそもそんな気力もない俺たち私たちはどうしたらいいんですかっていう話ではあるんですけれども、まあ、そういうなんかね、こういう話をすると
芸能人みたくストイックな生活しなきゃいかんのかと。まあ、それこそなんでしょうね、今までラーメン一回も食べたことがありませんみたいな方とかいらっしゃいますよね、女優の方とか。まあ、今まで一回も言い過ぎかもしれませんけれども、まあ、1年に1回ラーメンを食べるか食べないかみたいな、まあね、女優さんがもういるかというふうに思うんですけれども、そこまでストイックな生活は全然しなくても大丈夫です。ただ僕が思うにすごく大事なことっていうのは、自分の中で何かしらその体のことだったりとかに気を使ってそれを意識的に取り組めてるかどうかっていうのは僕はすごく大事なことだと思うんですよ。特に僕はあの30代になってからすごく感じるところではあるんですけれども、やっぱりこう25歳を超えてくると、僕はあの25あの境に年齢的に年を取ったなってすごく感じたんですよね。で、まあ、25、27、28ぐらいですかね、なんかこう階段を登るためにこう息が上がったりとかするのを感じると、なんか年取ったのかな俺っていう風にやっぱ思っちゃうわけですよ。でそこで終わっちゃったらダメなんですよね。そこを感じて、じゃあ俺は永遠の28歳、もうここで全てを止めようと、自分のその老化をっていう意味で言うと、そこからなんか毎日ねちょっとでもいいんで、その30分間夜ね、歩き回るとか、歩いてちょっとでも運動を足しにするとか、バーピーをしてみたりとか筋トレしてみたりとかいうところで自分の肉体を保とうと、まあ努力する。まあ努力というかね。まあそういう意識を心掛けて、実際に行動していくんですよね。で、それが、まあ正直、28、29、30、31とかになっても、まあそんな変わんないですよ。まあ正直ね、28から31なんて3年ぐらいしか経ってないんで変わんないと思うんですけど、これが40、50となった時に、自分は今までこれだけのことをやってきた。変化をつけてきた。で、それが実際に目に見えて見えるようになった時に、周りと比べて自分の体はちょっとね、まだシュッとしてるかなっていう風なところだったりとか、自分は他の人と比べて、まあ別にね、その肉体的なところじゃないんですよ。まあメンタル的なところで言うと、自分は、周りの人と比べて確かにメンタルは弱かったんだけれども、それをどうにかしようと思っていろんな知識を手に入れたと、意識的に手に入れたと。でそういったことを心がけて今まで生きてきたからこそ、自分はあのメンタルもそんなに、沈まずにね、周りの人と比べて精神的にはすごく何でしょう、年も取ってそれなりに精神性も追いついたけれども、何でしょうね、こう肉体年齢だったりとか、その何でしょうね、そういう意識レベルとしてはまだ若いまんまだなと。とかね、まあ、そういったところで入れるっていうことが僕はすごく大事なのかなというふうに、思います。まあ、なのでそのバキバキに努力 すればいいかというと、別にそういうことではなくて、まあ、もちろんできる人はやったらいいと思うんですけど、まあ、そもそもできないから僕皆さんは、ね、こういうチャンネルを見てることだろうというふうに思うので、バキバキに努力するんじゃなくて、自分の中で何か一個決めて、それをとりあえずちょっとずつでもいいんで、進めていって、で5年後10年後振り返った時に、ところどころね、その毎日30分歩くって、まあ、僕もね毎日30分歩くのを日課にしたんですけど、最近ちょっとできてないんですけど、まあ、こういうことですよ。ね、習慣化してある程度30分間歩き続けるっていうのを習慣してできてたんだけれども、どっかで一回コロッとできなくなってこけちゃったと。でもどっかでまた再開すればいいんですよね。再開してまた続ければいいんですよ。で振り返った時に、あそこでこけたけどもう一回歩き出して、でまたこけたけど歩き続けて、で5年後10年後経った時に、あの習慣が途切れ途切れではあるものの守りきってここまで来れたよねと。でそれは結果的に運動としてつながって、ね、他のおじさんと比べると同じ40代だけど、僕の方がちょっとシュッとしてるよねみたいなところが、やっぱり、ね、変化として自分の中に自信として、現れるかなというふうに思うので、皆さんもそういうところを、ね、意識して いきながら生きていくと、20代30代の人はちょっとね、まだ当てあまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、30代後半超えて40代に入った時に、主観年齢っていうものはおそらく僕たちのメンタルを大きく左右、メンタルの良し悪しを、ね、大きく左右してくるもんだというふうに思うので、まあ、そういったところを意識しながら生きていけば、いいのかなというふうに。で逆に20代の人たちですよ、20代30代前半の人たちとかで年取ったなって思わないようにするためには、まあ、どうすればいいのかっていうところですね。こう年取ったなって思わない、思うのは結構罪なことなので、まあ、これをいかに思わないで生きていけるかっていうのは僕はすごく大事だというふうに思います。なので若い方向けに今から、お話をさせてもらうと、そうですね、年を取ったなって思わないっていうのはまあ、むずいと思います。現実に人間というのは物理的に年を取っていくものなので、まあ、それこそ25、28、30、35を超えた、うわ、どんどん自分年を取っていってるっていうふうに思うかもしれませんけれども、確かに数字の上では年を取ってますよ。数字の上では年を取ってますが、それに合わせる形で、何でしょうね、こう全てが年を取っていくわけではないですよね。まあ、それこそ何でしょうね、こう30歳にもなって
なんかね、大学時代のお友達とかと会ったら、もう本当にしょうもない下ネタを叫んで、なんか、ね、ワイワイガヤガヤ叫ん、なんかね、楽しんだりするわけですよ。30代とかにもなって、おちんちんなのか言わないじゃないですか、普通のいい大人が。でもやっぱり、ね、昔の友達とかと会ったら、そういうバカしょうもないこと言って、バカ騒ぎして楽しめたりするわけですよ、人生って。なので、そういうところとかをこう思い返して、確かに年は取ったけれども、なんか心はあの頃のまんまだなとか、年を取っても変わらないものってあるんだなとか、そう、年を取っても、物理的に年を取っても、なんでしょう、何でもかんでも大人になりゃいいわけ、いいってわけじゃないし、そういうことでもないんだなっていうふうに理解できれば、なんでしょうね、こう、年っていうのは本当にあくまでただの数字なんだなっていうことが分かるかなというふうに思います。なので、ね、まあ、僕は結構25ぐらいの頃からすごく、数字の、なんでしょう、数字にすごくとらわれてたんですよ。25歳ということに。で、26歳ということに。で、27歳ということにすごく囚われてたんですけど、まあ実際はそういうことではないんだな、というふうに気づけたあたりから、ちょっと心の重荷が取れて、まあ自分は自分らしくあって、ね、まあ自分のペースで成長していって、まあ今のままで、ね、なんか生きていけばいいやというふうに思えたので、皆さんもね、そういう形で、まあ無理に、特にね、今の20代半ばの方からこう30代半ば、いわゆるこう、年を取ってきたな自分ってこう、確実にこう、意識し始めるタイミングですよね。ここはもう本当にこう、なんでしょう。まあ、年は取るもんだと割り切って、その中でも、年を取るもの、取らないもの、自分の中で変えていいもの、変えていけないもの、まあ、そういうこともあるんだなっていうことをね、認識しながら生きていけばいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際に40代とかをね、こう、迎える頃には、迎えるまでに、まあ、ある程度ね、こう、努力したりだったりとか、自分の中で年を取ってもね、こう年を取った時にこう自分の続けられてきたものを振り返って、自分はここまでこういうことを頑張ってきた、で周りの人と比べて、自分はこういうところが周りの人と比べるとちょっといいところなのかなっていうところを見つけて、まあ、そういうところを見つけると精神的にも安定してきて、自分はこれだけ努力してきたんだから、なんかまだまだいけるはずだみたいなところで、ね、気持ちがちょっとでも前向きになると、それだけでもやっぱり自分のことをこう若々しくイメージできるというふうに思う。まあ、そういったところを意識しながら、一緒に頑張っていきましょうというところでございました。はい、まあ、このチャンネルではですね、人生リセマラしたいなという方向けに、まあ、いろんな、雑学を配信している、人の心の闇に関する雑学を配信しているわけですけれども、残念ながら人生リセマラはできませんので、いかにメンタルを安定させて、こういった面倒くさい自分と付き合って、メンタルと付き合って生きていくかというところが、まあ、今後のチャンネルのテーマになっております。まあ、いろんな役に立つ雑学配信していきますので、ぜひチャンネル登録、いいねボタンで、応援していただけると幸いでございます。というところで、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。